いやでもババプロこの辺りも見てて面白いですね。そうですね、小島プロらしい、ね、待ち取りだし、うん、ニースプロらしい受けだし、だからやっぱり近藤プロが非常に攻めの意識が強くなっているというのはこの1局だけで分かりましたね。本当ですね、以前だとあのローワン打ち出してないので、うん、そうですね、うん、ただあれ3色の方が入ったらトーン打ち出してくるんでしょうね。そうでしょうね、うん、その前のローワンはかなり厳しい牌でしたからね、かなり厳しい牌です。そのあたりはやっぱりある程度決めてたんですかね、こっちだったら勝負できるけどこっちだったらなっていうのがあるんでしょうか。やっぱりあの3色でね、あの満貫まで見据える手ならね、あの勝負の打点が見合うって、まあ、確かにトーンはかなりきつい牌なんですけどね、はい、まだ折り合いがつくっていうことでしょうね、うん、おお、これはいい形で手が進んでいるように見えま す、ね、土田。一方の小島ですが2面完成、1、2、3もしくは2差しの3差ですね、いいとこ入れましたね、いいシャンテンですね、うん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 、あとはジャンと探しですか、はい、おおいいですね、ドラのトーンが重なりました、いいシャンテンです、ね、早いですね皆さん、もうイーシャンテンが2人、急走が手に残ってるところが小島先生らしいですね、一気通過を見るわけですね、もう見てるわけです、ここで見切りましたね、わー、転廃したリーチですね、これ あっさり転廃しましたね、ジャンプが問題がね、なおも1枚外すのがあるのかなと思ってたんですけど、うんうんうん、スッチーピン、スーピン高め、いや早いリーチ、親番から打たれました、5巡目のリーチです。これ小島プロ追っかけられるか、ドラドラの小島です、ここは白で、これで3色目も見えましたね、2差しも見える、トンの、ね、アンコあるいはポンにも備えられるという形ですね。小島プロももう行くでしょうね、うんうん、土田プロもいいシャンテンになった、先生の欲しいサブロスはほとんどなくなりましたね、あどうする、どう受けるか、どうしますか、サブロストがかなり厳しい状況は分かりませんね、バキオからね、かんないです、うん、今、新津さんがローソーを紡ぎて通した、ここでウーソーを切れれば勝ち身があるんじゃないですかね、シャンポン、ただ切れるかどうかな、シャンポンですか、本当難しいですよ、あ、手がり待ち、リーチかけませんでしたね、そうですね、これ今現在は出上がりできませんね、はい、出上がりできないです、これドロドロあるって言うんでね、リーチ打つとしても少なくないと思うんですけど、はい、小島プロはもう一手があり、うん、私がやってるとリーチです、そうですかあ、これでリーチなのかな、一回回してリーチですね、一回回す理由は何ですか、もう一回だけ手代わり待ってみたんじゃないですか、一回だけ、はい、あだからサブロース相当厳しいな、相当厳しいです、二軒リーチになりました、さあこれ何切って天敗を取った、役なし天敗です、一方土田もこれは降りたくない手だ、あ、サンド行きそうだな、これ行きそうだ、あ、行った、薄いんですけどねこのサポロス、上がりましたね、本当マージャンと不思議ですね、リーチドラドラ、いや一つは、はい、サブロスの両面系で先行のリーチ系リーチあるじゃないですか、はいはいはい、その町であるんだったら即で追っかけるだろうっていう読みが入ったんじゃないですか、一回回したことによって、あの親の現物ではないと、と土田プロが読んだと、それはあると思います、そうですか、まあ、正解っていうふうになったわけですよね、うん、